さあ見事フィーバーバスケットボールワールドカップ2023男子、暁ジャパンがパリオリンピック出場を決めました。ということで3試合先週の放送からありましたので時系列順に追っていきましょう。まずは先週8月29日火曜日のグループ予選ですね。中村さんがテレビ映りませんと言っておりましたオーストラリア戦、早速試合結果ご覧ください。はい、こちらはね中村さんも以前から難しいだろうというお話されていましたけれども89対109で敗戦となっています。でも意外に強くなかった、はい、あ、オーストラリアが、オーストラリアが、ほうほうほう、もうちょっとねワールドカップはサッカーと違ってね、うん、全部来ないんですよ、はい、あ、その、まあ、始まるみたいにね、うん、もうだから意外だったな。ただ全体的にねガードが捕まれば、うん、なんとかなる、うん、河村と富樫のところで、これは富樫は良かったゲームか、 はい、そうです。これが、はい、2試合が悪くて、うん、ね、フィンランド戦がちょっとねやっぱり河村選手の方が長かったですね。2試合ダメでフリースローまで落として、はい、うんうんうん、それでね、そうだそう、井手口、福岡大臣の井手口先生から電話があった時にね、その2試合終わってダメで、その日の夜に一人で要するに体育館に行ってシュート練習したって、富樫がな、それでね、いやーすごいなと思って、その前にね我が家に朝顔の、はい、って2つあって、長井が、ロビンソン長井が別々の種類を植えたっていう、片っぽが川村、片っぽが富樫って言ってたわけよ、うん、そしたらなんと川村の方が咲きまくってるわけよ、うんうんうん、富樫全然咲かない。そしたらそのオーストラリア戦の前のその日の朝、でっかいのが一輪咲いた。へえ、ね、それもしかしたらノックもね、これもしかしたら今日富樫活躍するんじゃないかって言ったらした。はけどその前にやっぱりね、夜中に、夜ゲーム終わってからだから夜中だよ、シュート練習行ったっていうから、それはね富樫が、いや先生が、うん、親父じゃなくて井手口から聞いたその話を。それで富樫先生親父に喋ったら分からなかった、はい、ってびっくりしていた。そういうことしない子だよねって、普通はね川村はするじゃん、うん、高校でもそういうことした子じゃん。富樫勇樹はそういうことはもう全然もうねしない、横向いちゃう子だ、だからびっくりしてた。あ、これは佐川の写真ですね、先週ねお伝えしたものですけれども、そうか、右側な、はいはいはい、全くなかったのがこれが、そうです、左側は咲き乱れてますもんね川村なあ、これな1回戦、うん、あんまり調子良くなかったから、そう中村さんが右の方に「富樫頑張れよ頑張れよ」って水かけてくれたんだこれ俺の役割だのよ、あの夕方水やるわ、ね、水やるこれだけが一日の仕事が、これと俺ねもう一つある、コートに鳥の糞があるから、朝起きてそれをこうやるの、このね1日の2つだけ2つだけ。最近それでね、たまに気が向くと、はい、食べた、はい、夜ね、はい、食べた茶碗を台所に持って、気が向くと毎回やるわけじゃないんだそうか、でもその水やりのねお仕事の時にもしかしたらこう気持ちがこう入ってたかもしれないですね。だってフィンランド戦終わってから心配されてましたもんね、富樫選手のことね。これはちょっとしたな、うん、しただってフリースローなんか落とせなかった子だから、うん、2本落としたから、俺見たことない富樫のフリースロー2本落とすのは、ね、けどまあオーストラリアかな、うん、やっぱ本人も頑張りたいっていう、だからもっと強いと思う、現にやっぱり負けてるわけよ、はい、今も5勝2敗ぐらいかな、上の方に行ってるんだけれども、うん、そんなに強くなかった、うん、けれど日本が勝てるようなレベルではない。
これちょっと無理だったな。オーストラリア戦スタッツもご覧ください。3クォーターはね、日本が上回ってはいますね。3、4クォーターになると勝ってるところが下げるの、選手。あ、だからドイツもそうだったの、ね、これだからもう下げるね、やっぱりメンバーは随分こう、そうなんだ、ね、だから現実はね、後半がどうだって言うと、現実はレギュラーが出てないわけよ。ドイツもそう、ドイツもあのガードがやっぱりすごかった。いやもうね、やっぱり一流なんだ NBA でもな、もう川村あたりもついていてかもられてた、見てるともうね、川村あたりがああいうのやられるの初めて見た。これはやっぱりすごかった。まあ、残念な、そうですね、はい、オーストラリアには負けてしまい、その時点で順位決定戦へ日本は進みました。で、8月31日木曜日にベネズエラ戦、9月2日にカーボベルデとありましたが、まあ、どちらも簡単な相手ではなかったはずですよね。ベネズエラは上だし、ただね、もうこれを言えばベネズエラの37歳のポイントガードが、これがチームに引きいた、そのガードが怪我したじゃん、それで出ないって言われて、日本戦がこれラッキーだと思ったわけよ、そしたら今度富樫勇樹が、アメリカの高校で4年間同級生のそのスタメンで主力が、これも怪我したじゃん、でこれは怪我してスペイン帰っちゃったって、もう試合の前に。けどね、これって俺楽しみだったの、2人でな、あの会場でこうハグするってな、それ見たいなって言ってたら、それも現実は、でもね、勝つってことはそういうことなんだ、やっぱり運もね、運もあるんだやっぱりね。これは2人がいなかったじゃん、だからいや、これはでもよく勝ったよ、ベネズエラはそこはね、よく勝った。南米でだってよ、アルゼンチンと同じに勝ったチームだから、確かこれはこれがやっぱりすごかったかな、これに勝ったことが、よく勝ったベネズエラにはね。スタッツもご覧ください、ここら辺からスリーポイントがそこそこになってきたんだよね。そうでしたね、逆にね、日本がね、いい感じになってきた、本当に横入ってると思うよ。そうだから、だからいや、もう勝つと勝つとやってたら、結果的にカブリーグ行ったわけですよ、下の方に。それ瞬間に最高だったよ、もうね、パリオリンピックってもうね、目標を忘れて、話題がちょっとこれうまくいった、これやっぱりもうパリに出るためにって、もうね、なあ、最高だったな。まあでもね、無事これは良かった、勝ちましたから、大逆転、大逆転、大逆転、第4クォーターでは、はい、33得点でしたね。これか、比江島入れたのは、はい、比江島選手7分の6スリーポイント。俺言ってたじゃん、比江島がいいって、もう本当にな、もう なぜあの宇都宮で競ってる時に比江島をベンチにいるんだよって、比江島だろうがってな、だからこれでな、比江島な、証明されましたね、またね、はい、まだ若いんだもん、なあ、まだ大丈夫だよな、やっぱりとすごかった、ね、感動した、神がかりだったな、本当ですね。あのスリーポイントの確率もいいんだけれども、どっちかってやっぱドライブの比江島なんだ、それがスリーポイントが、それも結構ね、ややこしいシュート、すごかったな、比江島な、もうあれでなきゃいいけどな、ろうそくの最後に立った、これは軽くなったけど、比江島な、これからみんな見に来るから、そうですね、いいのな、比江島のスリーポイント見に行くぞ。やっぱ比江島選手はその昔からエリートだったというか、中学の時からそうだった、ずっと代表選手に選ばれてた、西福岡でな、はいはい、中学の時からこんなのいるかと思うくらいいい選手だった。だから考えてみれば、中学高校やっぱりな、いい指導者に巡り合うかどうかだな、だから陸にも行ってるのよ、中学校
なんとかして頑張れってどっかいいとこねえのかよって、はい、なあ、いや比江島がすごかったな、これに尽きるくらいすごかったな。ただ全て通してはホーキンソン、はい、これはもうね、なんちゅったってあの雰囲気がいいな、全てがな、ホーキンソンはもうあの顔形から、ね、どうしと分からなかった、腹あごひげ最初からやったら、うん、今ないでないじゃないかって、ないですね、ないだろ、はい、ほらそったらざまみろな当たり前だろ、富樫と原がな、最初びっくりしたのよ、なあごひげのな大差ない人間だぞそれをこうやってきたから何やってたこちらと思ったら、今そっち来ちゃってるから、ったはずです、ね、よかったよかったよかった。そして9月2日のカーボベルデ、ここも国がね、これまず俺も探したあのね、だからここ見たらセネガルの横の方には島が、うん、あ、イタリアのゴトレットみたいなのが、うん、長崎のほら50何万人って人口が、はこれ驚きでしょ。これでねバスケット代表で出てきたことが分かる、うん、あんなんでいたことが俺も初めて分かった。俺セネガルまで行ったよ俺は、うん、 そうですよね、そんな島あると分かんなかった、ね、お話されてそれたら一番その50何万人で一番盛んなスポーツはサッカーだってこれも驚いた。それでバスケットのコートもあるって、そういうのあったけど、映像でやってるのは素人みたいなパターンだいや俺これちょっと驚いたな。でも NBA の元選手とか、ね、1人いたな、うん、2m21 あって、うん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 、もうでもこれおっちゃんだったな、うん、もうね、ベテランの、ね、選手でしたもんね。いやでも驚いたな、うん、普通にやるのバスケットなんだろうね。あだってセネガルのねこっちの方の、うん、あパラパラした島だよ絵な話で、ね、こうほんの辺でポンとついて後見る そんな感じだよな。いや本当あの地図見たからいや本当そう、この初めて見た、ああこんなところにね、うん、だからなかなかこのカーボベルデのレベルがこう測り知れないというか、いやまあアフリカでも、うん、分かんなかったですよ、ね、あのねアジア勢が勝つとなればアフリカなんで、うん、だからベネズエラに勝つってことはすごかったの、うん、これは、うん、はい、けど あとなだから逆から言うとオリンピックはもうアジア一つでしょ、うん、はい、アフリカも一つだから、はい、アジアとアフリカ当たるわけがない、はい、絶対当たらないレベル的にな、だからオリンピックはまたちょっと我が家のテレビは見えないあちょっと強いところと当たっちゃうからってことね、日本はだって12で11だって今上の方に16行ってるんだよ、あの皆さんワールドカップ終わったわけじゃありませんよみんな錯覚してるわけよもうこれからが本当はな、そうですね、俺の上位チームがね、正直言うと俺は興味は向こうにあるわけよ、うん、フィリピンでやるんだ、うん、けどなんか日本から言うとワールドカップ終わったって感じそうです、ね、終了って感じだけど、これから16チームがベスト16だもんな、はい、これはフィリピンはフィリピンはでもね、うん、国技だから、はい、あの日本 の沖縄の感じじゃない、はい、もっとすごいフィリピンのね、もう空港行ってるだけでね、うん、あのよくあの俺の選手が、うん、あのリーグがちょっと時期が違うから、うん、フィリピンでもやってるわけ、うん、俺は毎年見に行ったフィリピンは、うん、もうその選手たちいるだけで、うん、もう英雄、俺もこうしてこうしてあげて本当フィリピンと、その選手と歩いてるだけでもうみんなに尊敬されてすごいと、フィリピンでそういうところだから、それぐらい熱狂なんですね、すごいバスケに対して。けど今中国が大変だって、はい、もうボロクソみんなもう負けたから、はいはい、何やってんだいってな、なだからもう特にな中国や韓国は日本に勝ちたいからな、勝ちたいで日本は行くわけでしょ。いやしかしホーキンソンだないやホーキンソン全体通してそうですね、全体でもいやすごい。実際これは
比江島がもうね、うん、あれゾーンに入るってやつなんだ、はいはいはい、河村も一回入った、うん、もうゾーンに入ってんだ、何やっても負けるわけよな、本当だよな、なあこういうことあるの、うん、だからな、誰かいないかな、バシャーって入れるやつ尾形さん、ロングシュートでさな、すごい人な、誰かが なんか誰かな、そうですね、ゾーンに入る、うん、ゾーンに 入ってる、比江島の、うん、あれはもう何回でもすごかったな、やっぱカーボベルデ戦では富永選手も当たってましたね、当たったゾーン入ってましたね、6連発だって、はい、わら、いやそれないよ、そんななかなかないよな、フリーで打ったって連発って大変なもんな、ない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 、あれゾーンに入る、俺も一回ねその大口って言って、うん、あの要するにリーグでね、うん、あれ優勝した時に10本いた時、スリーポイント10本でほとんど11分の10、うーん、もうな、そういうことあるんだよ、怒れる、見たことないよ、そいつは、うん、練習だってそんな入らねえよ、うん、それがゲームだ、来た、そういう時あるじゃん、誰かいないかな、一人尾形さんな、ミドルショットピャーッと久保のあの2点目、すごかったな、すごい、ああいうことあるんだな、だから打てて見えたのだから言ってるよ横にパスしないで打てばなあ、いやー、富永のそれもすごかった、あの6連パスもすごかった、はい、なあ、ね、最後カーボベルデ戦はあの4クォーターちょっとこうヒヤヒヤする場面ねあったじゃないですか、あれで逆転したからな、日本は、うん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 、点数はあんなに入らないと思うよ、ホーキンソン、ホーキンソン選手がスリーポイント決めてましたからね、あレアップと、うん、レアップね、1本持っててレアップでプラスバスケットカウントで、あとあのコーナーのスリーポイント、そうですね、ホーキンソンはいい、あのね俺ね、いや、そのなんかしたことがね、ダメってわけじゃないけど、スポーツマンはな、うん、なんかああいうのがいい感じするわけよ大谷とかな、やっぱりなんかこうね人の良さが出てますね、そう、それであの子供がやっぱりな、うん、見るわけよ、うん、子供にね、例えば親とか先生が注意するわけよ、うん、それで今はね学校なんかでもね、うん、こうやるとその親が先生だってするじゃない、うん、先生はするよな、うん、イヤリングもするだろうし髪もな染めてもいいと、だってな、すると今はな、俺はだから俺はダメと言わないけど、うん、俺は嫌いだって言ってるわけよ、ホーキンソンみたいなのがいい、うん、いいな、ホーキンソンはいいな、本当貢献度すごいですからね、やっぱすごいよ、あのゴール下、うん、俺だからいつも言うようにポイントガードとゴール下だわけよ、この2つだわけよ、これがしっかりしたわけよ、ホーキンソン、河村、はい、なこれがやっぱり良かった、だから俺日本人はねよく言うのよ、このコーチにな、うん、ポイントガードとセンター取れって、うん、なんとか取れって、あとな2番3番はなそこら辺にいっぱいいるってシュート入れるのは実際はいるんだ、シュート入れるのは富永までとは言わんけどな、うん、しかし比江島もな、うん、でもいるの、シュート入れるのは日本人はね、うん、だからマイケル・ジョーダンならんけどカーリーにはなるって言ってるわけ、ーカーリー目指せ、だから5点ショットのルール作れってちょっとな、俺はな、はい、俺はね間違いじゃない、そうすると遠くから入れるようなのがな、シューターが出てくる、日本人はシュート前にいるから器用だから、絶対器用だな、三笘ね、まあ、見事、ベネズエラ戦とカーボベルデ戦勝利しまして、日本は、3勝2敗でアジア1位となり、うん、パリオリンピック自力で、うん、出場を決めました、う、うん、モントリオール五輪以来48年ぶりですね、自力出場は、これ本当の寝坊してな寝坊して興奮して寝れないわけよ、あ、はいはい、次の日次のあの八王子行けて、はいはいはい、3日日曜日の話、誘導剤飲んでたよ、うん、2錠飲んでも、うん、それから寝たら朝前の先生から電話来た、
9時下に約束なのに8時54分に、はい、あやべえと思ってマリンさんから来て孫たちが俺らから言う孫だから、うんうん、でカズカップでみんなほら、うんうん、いる連中だから活躍すごいって喜んでやった。それで、ね、終わったらすぐまず井出口はこまめな、うん、あねやっぱいい監督井出口は勝ったらすぐカズさんよかったんですもうねみんなからなそれは嬉しいわ、うんパリオリンピック。さあでもよ俺はでも心配な、うん、ここまでなんとか盛り上がると、はい、秋田が心配なのね。ハピネスをなみんな見たわけよ秋田のバスケットファンは、うん、それとバスケットこんなもんだと思うわけよ、うんうん、なシゲスリーポイント入らないって言われるぞなそうですよね安岡とかシゲとかなスリーポイント入らないとなやっぱ富永選手のスリーポイントを見ちゃうとあれがこう秋田のバスケでも見れるのかなって重いよあれは重いよ、ね、思ってるぞもうな俺は富永も知ってるけどしげえな、うん、安岡、はい、もうねこの前も安岡のとこから来た野沢選手から来た、はい、梨はうまかっためっちゃ言ってもんとなだから安岡頑張れ、うん、ねえディープスリー打ってほしいですよね、安岡そうだよディープスリーだよ、うん、遠いもん、うん、ねえいや今度やっぱりよかもうみんな不安は、うん、ああいうプロじゃん当時俺も来るな、うん、俺らもこれ何やってんだってなるみんなの期待がねちょっと B リーグの方にもね注がれると思うのでハピネスに来ます、はい、だってそうだな、うん、ディフェンス頑張って、うんなスピード、はい、要するにディフェンス行く、うんうん、トラップも行く、うん、なそれからねあとガードを組まない、はい、それがしっかり知らないけどスピードスターのスピードあるんだってな、はい、だからと言われておりますスピードあるやんスピードスピード大体ポイントガードはスピードシュート力それから賢さ、うん、な賢さもなきゃダメなんだよな、うん、これもそうだぞでもな熊谷な、はい、賢いかなどうなんでしょうね、ハピネッツのね、申請は富樫とか川村は賢いから、はい、あの勉強もだから、うん、あの富樫の同期のほらあそこのどこだ、ね、ベネズエラのベネズエラの選手は怪我して帰って、はい、これがね、言ってた、あの会いたいそれで何だったら富樫勇樹に勉強を教わったってなだからこれ見たかった、本当なこれが来てなそうですねちょっとそこね残念自分で書いてるってそれネット出てるうーんねえ富樫は頭が良くて勉強教わったりってなガードはなそうですね、ハピネッツはですね9月16日から福島県で東北カップがあります、うんまあ、これが多分一番最初に見れる試合かな、はい、で続いてが9月22日から大館市匠アリーナで天皇杯の会場になっておりますでこちらには河村勇輝選手が在籍する横浜ビーコルセアーズが来ると、はい、もしかしたら勝ち上がっていけば横浜対秋田の試合も見れるかもしれないそれはすごいだろうな、はい、あとシガレックスには川又選手も在籍していますねそれはいいな、まあ、あのファンの方はねぜひ現地で生でね、はい、体感していただきたいと思います。それぞれだからな。俺も好き嫌いあるもんね、まあ、こういったあの活躍した選手が秋田にも来ますので、うん、ぜひね、はい、足を運んでいただきたいと思います。時間の関係上ねお伝えしきれなかったものはアプリの新アプリの言いたい放題のコーナーでも中村さんにお話しいただきますのでそちらも皆さん怖いな楽しみだなそれはなということで、以上バスケットで言いたい放題のお時間でした。